今日は2018年9月3日12時10分ですね。朝日新聞の天聖人語のところには、我々は名前のない犯罪に直面している、イギリスの首相だったチャーチルが第二次世界大戦の中にそう語った。これはナチスドイツがユダヤ人を虐殺している話なんですね。そしてそれと同じことが今ミャンマーで、ロヒンギャの人たちにされている。国連からのそういう調査報告がされたって話ですね。1万人死んだ人が少なく見ても1万人いて、70万人以上が国外に逃げ出して難民になってるんですね。まあひどい話で、人が殺されて、女性がレイプされて、もうどこでもみんな同じですよね、起きることは。この虐殺が起きるときはね、そしてこのミャンマーというのは、今国連の調査団が入国して調べようとすることすら拒否している。でもこれまでも何回か言いましたけども、このですよ、軍事政権を指導しているのはですね、そのトップにいるのがアウン・サン・スー・チーなんだよね。ノーベル平和賞をもらったアウン・サン・スー・チー、自分たちが抑圧されている時は民主化の大切さを叫んで、人々が抑圧されることがない社会を作らなければいけない、立派なこと言ってたんだよね。まあ、それがですよ、なんでこんな状況を放置しているのか、自分はそのつもりはないけれども、軍がまだ強いんで、自分一人の考えじゃどうしようもないかな、もしくは仏教徒がたくさんいるんで、仏教徒の意思に反して何かやることができないのかなと、ここに書いてあるんだけれどもね。しかし仏教徒がね、仏教徒の考え方としてですよ、イスラム教徒だからやっつけて殺してしまえっていうのはね、そんな単純なもんじゃ普通はないよね。このミャンマーの仏教徒だけはそういう特別に偏狂な排他主義で、イスラム教徒に対する嫌悪感が非常に強くてですよ、憎しみがもともとあって、あいつらは殺しても当然だと、そういうふうに仏教徒が思ってるのかね。そうは思えないけどね、ミャンマーの仏教の指導者っていうのはみんなそういう、イスラム教が嫌いで、キリスト教も嫌いですなんて言ったら世界で通用しないからね。イスラム教だけで、特に自分たちの地域に昔から勝手に住み着いているロヒンギャの連中はっていうような偏見があって、それでそういうふうに思い込んでいるのかどうなのか、いまいちはっきりしませんけどね。それにしてもですよ、1万人も少なく見て1万人が殺されて、70万人が国外に逃げ出さなければいけないという状況に対して対応を取らないで、国連の調査団が入ってくることすら拒否するなんていうことをね、認めてるアウンサンスーチーっていう人はですよ、私はノーベル賞を取り消さなきゃいけないんじゃないかと思うけどね。あまりにもひどい。まあもともといいとこのお嬢さんで、自分が抑圧されてる時には戦うけども、自分が権力側につけば今度は抑圧する側に回るんだ、中古との例なんですかね。情けない話だね。ということで、愛する者のためにと自分を偽って転勤に応じたあなた、
バラバラのあなたの家族は本当に幸せでしょうか。人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。綺麗事では生きてはいけないと、いじめる側に回ったあなた、会社の中にあなたの心の友はいますか。俺には関わりのないことだと見て見ぬふりをしているあなた、会社の中のあなたを子供に見せることができますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。長いものには巻かれるしかないのだと、人生を決めつけているあなた、戦う人ほど人らしく生きれることを知っていますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。ということで今日はこれぐらいしておきます。